スーパーマーケットトレードショー2022の石田ブースにて、新型小型軽量包装熱気機 WMAI-VF 新型対面軽量プリンターユニテンを発表しました。衛生意識の高まりから生花の個包装がより一層注目されています。生花は季節や産地によってサイズがバラバラで、きれいに包装するにはコツが必要です。そこで今回、誰でも簡単に包装ができる新型小型軽量包装熱気機 WMAI-VF を発表しました。最大の特徴はトルク包装機能の搭載です。トルク包装では大きさの違う成果物などを包装する際、瞬時に対象物の大きさを検知し、対象物に適した包装が可能です。従来は個体差によって細かい設定変更や調整が必要でしたが、そういった心配は一切ご不要です。トルク包装以外にも、今まで難しかった小さい商品のきれいな包装も実現しました。もちろん通常の発泡トレーや軟弱トレーの包装にも対応しています。 SDGs の観点から、惣菜部門様で缶号トレーを発泡トレーに変更されるお客様が増えていますが、そういったお客様にも安心してお使いいただくことができます。ラインナップとして、プリンタ2連タイプとプリンタなしタイプもご用意しました。プリンタ2連タイプでは、通常の台紙でスラベルとバーコード豆ラベルの運用が可能です。プリンタなしタイプは、現在プリンターをお使いで包装を手作業されているお客様にぴったりな機種となります。誰でも簡単に包装ができる新型小型軽量包装熱気機 WMAI-VF、 ご検討のほどよろしくお願いします。世界中で多くのお客様にお使いいただいている当社対面軽量プリンター、今回待望のユニテンを発表しました。店舗の小型化や売り場の小スペース化が進む中、機器を設置できるスペースは今まで以上に限られています。お客様から機械の幅があることでスペースが圧迫され、作業性が落ちてしまうといった声を多く頂戴しました。そこで今回のユニテンは、使い勝手はそのままに横幅を大きく削減しました。横幅を大きく削減することで作業スペースが広がり、作業性アップが可能となっています。空いたスペースは、今まで置きたくても置けなかったソースやドレッシングなどを置いていただくことも可能になります。ラインナップには、測り別置きタイプもご用意しました。高さのあるショーケース上でご使用いただく際、手元の作業性がアップします。お客様の顔が見えることで、コミュニケーションを取りながら気持ちよく接客することも可能です。コンパクト設計により、たくさんのメリットが生まれる新型対面軽量プリンターユニテンにご期待ください。以上、新型小型軽量包装熱気機 WMAI-VF 新型対面軽量プリンターユニテンをご紹介させていただきました。ご検討のほどよろしくお願いいたします。